ブックオフの堀内でございます。いつも大変お世話になっております。本日は当社2022年5月期第2四半期決算説明会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。本日の決算説明会はインターネットによるライブ配信にて行います。投影する資料は1月13日に弊社ホームページにて掲載している内容でございますので、 お手元をご確認の上ご視聴いただけますようよろしくお願い申し上げます。本日の進行ですが、まずはじめに私より今期第2四半期の決算の内容並びに取り組みの進捗についてご説明をさせていただきます。その後に今期の業績見通しについてお話をさせていただきます。説明の後に質疑応答の時間を設けております。 ご質問等ございましたら、随時チャットにてお受付をさせていただきます。いただいたご質問につきましては、お時間の許す限りご回答させていただきます。詳細の数値等につきましては、後日ご回答させていただく場合がございますので、ご質問につきましては、会社名、並びに氏名をご記載の上、ご記入いただけますようよろしくお願い申し上げます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 それでは早速本題に入らせていただきます。まずは今期2022年5月期第2四半期の連結決算の概要についてお話をさせていただきます。この第2四半期の累計の数字でございますが、売上高は427億7600万円。営業利益は3億4500万円。経常利益は6億6200万円。 純利益は4億5700万円となりました。前期2021年5月期が変則決算ということもございまして、前年同期の比較に関しましては、掲載をしておりませんが、この上半期の総括といたしましては、売上経常利益、純利益ともに、当初想定よりもしっかりとした結果を残すことができております。結果といたしまして、 7月に発表させていただきました、通期の業績見通しである、純利益4億円を超える、純利益は4億5000万という結果となりました。これらの結果、貸借対象表でございますが、総資産は416億、純資産は133億円となりました。今期、期書では、 未来を作るために積極的な投資をしていく一年にしようということで、この上半期取り組んでまいりました。具体的には、未来を作っていく積極的な IT 投資。また、今後成長が期待できるトレーディングカード、ホビーの商材を戦略商材と位置づけ、それを強化するためのリニューアル。または、新規の出店の投資。そして、今後、充実させていくための戦略商材を 強化買取していく動きを進めてまいりました。それらを借入金で賄うことに伴いまして、有利主債に関しましては、期末日と比べまして、約12億増えまして、186億の有利主債となっております。キャッシュフロー計算書でございますが、投資につきましては、財務キャッシュフローにて賄うと同時に、この上半期で、 稼いだキャッシュフローを在庫の投資で賄うことに伴いまして、棚卸資産が上半期増加をしております。この意図といたしましては、決算期変更に伴いまして、上半期の期末が11月末ということで、年末年始商戦に対してどのように取り組むかというところの中で、しっかりと在庫を確保するということに加えまして、戦略商材をしっかり伸ばすということで、在庫を拡充した結果となっております。 続きまして、第2四半期、この6ヶ月の主な取り組みについてお話をさせていただきます。7月の本決算にてお話をさせていただいた内容といたしまして、今後の成長を作っていく復興グループの価値創造マップとして、このような表を使ってご説明をさせていただきました。復興グループが30周年を超え、31年目を迎えます。その先の10年先、 20年先を作っていくためにどのように成長していくのか。これまで長年培ってきた経営理念の浸透、また人材を育成して会社を大きくしていくという考え方を土台に、まず中核である国内のブックオフ事業をしっかり安定した収益が稼げる状態を作っていくことによって、しっかりとしたキャッシュフローを生み出していく。そのキャッシュフローを 国内ブックオフ事業に投資するだけでなく今後成長が期待できる新たな客層の開発に向けた富裕層向けの事業また国内によらず海外への事業展開を広げていくための海外事業に投資をすることによってグループの持続可能な成長を作っていこうという狙いになりますさらに5年10年先を見据えていきますと新たな事業開発 あるいはグループの業用の拡大というものが必要になってくるということで、事業開発、あるいは M&A といったところも検討の視野に入れて取り組んでまいりました。ここから一つ一つ事業を掘り下げてお話をさせていただきます。まずは国内の復興事業でございます。成長に向けた基本戦略、事業方針といたしましては、古典を磨くと総力戦で取り組むこの二つのキーワードをもとに 進めてままいりました個展を磨くとは、これまでも長年行ってきたところではございますが、本という中核商材から新しい商材の拡張も含めて、お客様の思考が変化する中で、それぞれの店舗が地域のお客様に向き合いながら、どういった商材を拡充していくことがお客様に喜んでいただけるのか。 それに取り組んでいくという方針です。新たな伸びる商材を強化していくということもさることながら、今まで土台となっていた本というものに関しましても、さらに喜んでいただくために、どういった棚作りをしていくのがいいのか、あるいは新しいサービスをどう生かしていくのがいいのか、それを実現していくためには、運営を磨いていく人材育成が肝となっております。もう一方の、 総力戦で取り組むでございますが、お客様の消費行動が変わる中で、店舗だけでお客様を満足することができなくなる時代になりました。一つ一つの店舗が磨きをかけるのと合わせまして、ブックオフチェーン全体でお客様をどう笑顔にできるか。店舗が連帯して、あるいはネットと店舗が連帯して、 連携することによってお客様の満足度を最大限に上げるためにどう取り組むかを考えております。具体的には、お客様がブックオフとの接点をいかに増やしていくか、集客、あるいは利用の機会を増やしていくための取り組み、またそれを取り組むための仕組みを構築して、チェーン全体でそれを浸透徹底させていく、それによってチェーンバリューを高めていく取り組みが総力戦で取り組むの意図となります。 古典を磨くの中核になるのは商材別の戦略になります。本ソフトは、オフグループ、仏航チェーンの引き続き中核となる商材であり、そこがお客様の集客を生み出す源泉となります。その売り場をより一層便利にしていくこと、また、お客様の利用頻度を高めていくためのブックチケットの取り組みなど、今までの取り組みに 寄らない、さらに進化する形に取り組んでおります。そして、そういった土台をベースに今後伸びてくる商材だろうということで、トレーディングカード、ホビーを戦略商材と位置づけまして、集中的な投資を行ってまいりました。これまで、仏航グループ、仏航チェーンとしては、中高に磨きをかけるといったところが中心ではございましたが、 このトレーディングカードホビーという商材でお客様を喜ばせるためにはどうしたらよいかを考えていく中で中古の商材だけではなく新品と中古を織り混ぜながらお客様に最大限の満足をお届けするための動きをとっております一方近年の気候変動温暖化の影響あるいは昨年で申し上げますとコロナによる外出自粛に伴う影響がございまして お洋服、アパレルに関しましては、一時流通も厳しいトレンドが続きました。その影響もありまして、アパレルという商材に関しましては、今後、うまく効率的に運営することによって、収益性を高めていこうという動きをとっております。それ以外にも、スポーツアウトドアの商材、あるいはレトロブームに乗ったレコードといった商材、いろんな商材を私たちが取り扱う中で、 店舗の現場でお客様に近いところでそれぞれのメンバーが自発的に考えて行動することによってお客様の満足を最大限にしていくその売り場作りに取り組んでおりますその取り組みを進めていく中で私たちブックオフの店舗の価値は何なのかということで今期のマーケティングプロモーションとして新しいメッセージであるあるじゃんというものをスタートいたしました ここ数年間、ブックオフの磨き込みをする中で、今ご利用いただいているお客様からいただく声に耳を傾けますと、ブックオフには本当に多様な商材がある。店内を歩いてみると、あんなものもある、こんなものもあるという声をたくさんいただきました。安く商品をお届けするということも一つの大きな価値ではございますが、私たちの一つの 強い価値というのは、多様な品揃え。流行りのものだけではなく、出版、過去に出版されたものも含めて、ロングテールで私たちがリアルテンポでお届けできる。そこが大きな価値だと考えております。それを言葉で表現すると、あるじゃんということで、寺田心さん、松本穂香さんにも、実際どのようなあるじゃんがあるかという体験をプロモーションメッセージにおいて、テレビ CM を放映いたしました。 また、テレビ CM に限らず、ウェブの動画、あるいは SNS のプロモーションといったことを通じて、多面的にお客様に私たちの価値をお届けしております。それによって狙っていくのは、かつてブックオフを使っていて、最近少し足が離れている休眠層の方々に、ブックオフの楽しさを改めてお伝えをして、また足を運んでもらいたい。そのように考えて、プロモーション継続をしております。 もう一つの戦略総、総力戦で取り組むのキーワードとしては、一つのブックオフ構想というものを掲げて、チェーン全体で取り組んでまいりました。これまで一つ一つの店舗を磨いて戦うというところから脱却をして、店舗と店舗をつなぐこともさることながら、物流センターと店舗をつなぐ、インターネットサイトと店舗をつなぐといったことを取り組むことによって、 店舗に足を運ぶことなくいつでもどこでもブックオフを楽しんでいただける状態を作っていくそれをチェーン全体で取り組みを進めてまいりましたその核になるのは会員基盤会員サービスとなります会員アプリを開発してそのアプリ会員を積極的に獲得していくという取り組みで進めてまいりました これまでの取り組みの中で、店舗の現場で積極的な勧誘を行い、アプリ会員は370万人を突破し、今も毎月着実な会員増を進めております。これらの取り組みの結果、この紙機の既存店の売上前年比の推移でございますが、第2四半期に大きく売上を伸ばすことができました。9月以降、 ワクチンが広がり、新型コロナの感染者数が急減したといったところも背景ではございますが、その人の動きが、と合わせまして、私たちがこの数年間取り組んできたことがお客様の反応を得まして、しっかりと成果につなげることができたと感じております。詳細別でトレンドをお話しさせていただきますと、 戦略商材として取り組んでまいりましたトレーディングカードホビーが売上前年比を大きく伸ばすことができております。書籍に関しましては昨年巣ごもり需要等もありまして非常に好調な推移を見せた反動もありましてこの期間で申し上げると100%を下回る結果となりましたが コロナ前対比で申し上げますと100%を上回って推移をしております。しっかりと売り場作りをすることによって堅調な売り上げをキープしております。そして課題になっておりましたアパレルでございますが、後ほどご説明をさせていただきますが、リニューアルに際して一部の店舗では売り場を縮小するといった取り組みをした中で、 効率的な運営を行うことができたことによって、お客様の満足度を高めることができ、昨年の売上を超える水準を獲得することができております。全体を通して申し上げますと、商材ミックスが変わることに伴いまして、粗利率に関しましては、過去よりも減少ということにトレンドとしてはなっておりますが、売上がそれを上回る成果で、 上昇しているということに伴いまして、売上総利益額で申し上げますと、前年を上回る既存店の結果となっております。この上半期、積極的に取り組んでおりましたリニューアルに関しまして、二つ事例をお話しさせていただきます。一つは、ブックオフの単独店200坪前後のブックオフのリニューアルの事例でございます。 今回ご紹介するのは、岡山にあります250号東岡山店の事例でございますが、ビフォーアフターでレイアウトをお示ししておりますが、左側、従前ですと、トレカホビー、成長相菜ではありますが、混在した売り場で展開をしておりましたが、ホビーはホビーでしっかり磨きをかける。トレカはトレカで伸ばしていくという形でしっかり売り場を整えてまいりました。特にトレーディングカードに関しましては、 デュエルスペース対戦して遊ぶスペースをしっかり確保することによって純粋に買い取りをする販売するということにとどまらずに遊ぶ楽しむという場所として店舗の付加価値を高めていくことによって事業規模が大きく拡大をしております。また本ソフトに関しましてもレトロを強化したりといったところの取り組みも含めてワクワクを増やしていくそれによる集客来客を増やしていくことによって 成果につなげております。もう一つの事例でございますが、大型店、ブックオフスーパーバザーのリニューアルでございます。ブックオフスーパーバザーは、ご家庭にあるあらゆるものを買い取り販売をする、総合リユースのパッケージでございますが、その、これまでその中核を担ってきた部分としては、アパレルが牽引しておりました。ここ数年のトレンドの中で、 アパレルが少し厳しくなる中でうまくレイアウトを変えていこうということ。またそれをきっかけに大型店に来るお客様にいかに楽しんでいただくかを考える上でちょっとしたリニューアルではなく全体を見直すことによってお客様がいかに回遊性高く楽しんでいただけるレイアウトを作れるかといったところを一店舗一店舗確認をして進めております。 こちらで事例紹介をさせていただくのは、三重県にあります一号四日市ひなか店でございますが、ビフォーアフター比較見ていただいてわかる通り、レイアウトに関しましては、ゼロベースで見直しを行いました。メイン通路を拡充し、ファミリー層でも買い物を楽しみやすい場所をしっかりと作っていく。また、教科書材としてのトレーディングカード、ホビーといったことを より拡充していくそれをしていくためにアパレルという商材の売り場を約2割縮小して取り組みを進めてまいりました場所の価値を高めていくまたその場所をより楽しめるような状態を作っていくということを取り組むことによって堅調な推移を見せておりますこの大型店の取り組みに関しましてはこの上半期 かなり積極的に進めさせていただきまして、このような事例が全国で9店舗行ってまいりました。続いて一つのブックオフの取り組みの進捗でございます。先ほどお話しさせていただいたとおり、アプリ会員は着実に成長しておりまして、来期末2023年5月までに600万人のアプリ会員を獲得するというところに向けまして、順調な推移をしております。 現在時点でのアプリ会員数は373万人。そのアプリ会員に関しましては、従前のカード会員と比べまして、年間購入額が1.3倍になるという数値の確認ができております。また、ネットとリアル店舗の融合ということで、ネットで注文して店舗で受け取りをする、店舗受け取りサービスが非常に好調に推移をしております。 このコロナ禍の中で店内での滞在時間をコンパクトにしながらお客様が満足したお買い物をしていくサービスとして非常に受け入れられております。利用は前年度月比で1.5倍という推移で、ここ数ヶ月順調な推移を見せております。また、これで店内にご来店されたお客様が純粋に店舗受け取りの品物をピックアップするというわけではなく、 店舗に来ていただいたときに私たちが磨いた売り場を見てもう一品買っていただくって言った行動が生まれております。およそ三人に一人の方がそれによって購入いただく店舗受け取りサービスが来店きっかけを生み、その来店きっかけによってお店の売り上げがさらに伸びるこういった好循環が生み出しております。 こういった取り組みが構想しまして、コロナ禍の中でも着実に業績を伸ばすことができました。これを支えるのが IT システムとなります。復興オンライン、あるいはレジシステムというものが10年以上前にリリースをしたものということで、近年老朽化が懸念され、場合によっては一時的なスピードが遅くなるといった現象も起こってまいりました。それを打開すべく、 向こう2、3年間で基幹システムの刷新というものを軸に積極的な IT 投資を進めてまいります。現在での進捗としては着実に要件定義が進み、開発が進んでいる、あるいはこれから開発が進むといった状況が現在の状況でございます。続きまして、成長期待事業の一つである富裕層向け事業に関しまして全体感お話をさせていただきます。 まずは、どういったターゲットで、どういう戦略なのかといったところでございますが、皆様のご承知のとおり、株高等もありまして、近年、一定所得層以上の富裕層が年々増えているという状況でございます。こういった客層に私たちが十分リーチできているかということで申し上げると、なかなかそのこまでの機会がなかったといったところがございました。 2016年、2013年から百貨店様と連携しながらハグオールというサービスをスタートしサービスを磨きながら近年富裕層へリーチできるパイプも増えてまいりましたターゲットとなる顧客層が増える中でそこにしっかりリーチできる拠点を増やし買取を増やし売上利益を伸ばすそれが基本の戦略となります具体的には 百貨店の中で買い取りサービスを展開するハグオールを中核にジュエリーのリユース品の販売あるいはリペア・リメイクを行いますアイレクトというブランドまたブックオフの中でも富裕層のいる地域に小型店を出店するブックオフ総合買い取り窓口という形のパッケージこの3つの組み合わせでしっかりとターゲットのお客様を捉えていきたいという戦略でございます これらの店舗に関しましては、コロナ禍の中では、なかなか厳しい首都圏の繁華街地区に展開していることが多く、昨年は非常に苦しい思いをいたしましたが、9月以降、人の動きが活性化する中で、まずはハゴールが買い取りを大きく伸ばす動きを見せております。災事による一時的な出店ということで、これまで展開しておりましたが、この下半期、 常設店の開設に向けて積極的な展開ができる土台ができておりますそういったことを展開するということと買い取量を伸ばすことによって着実な成長が見えてきております続いて海外の事業でございます海外に関しましては現在ブックオフをアメリカフランスにジャランジャランジャパンという店舗パッケージをマレーシアにて展開をしております当社グループが直営運営しているのはアメリカと マレーシアでございますがアメリカでは従前のブックオフを展開していくことと合わせまして現地の人たちが非常に熱狂的に欲しいを主張されているアニメグッズもしくはアニメの商材をより強化することによってさらなる成長が期待できます一方のマレーシアに関しましては日本で買い取った商品 で、残念ながら一定期間の中で売ることが叶わなかった商品を価値あるものとして世界に広げていくための拠点として地域のお客様に愛される店舗が出来上がっております。足元の状況でございますが、マレーシアに関しましては、この半年間の中でも変異株の流行に伴いまして、 夏ごろロックダウンということで営業ができない状況があり非常に苦しい期間となりましたが、秋口以降営業を再開し、1店舗あたりの売上水準はコロナ前の水準に戻りつつある状況です。この春先には出店を再開し、マレーシア国内で20店舗の展開の実現、またそれを皮切りにマレーシア以外の国への加盟店展開といったところを進めていく、 予定でございます。一方のアメリカでございますが、アメリカはこの一年、ロックダウン等の営業制限がかかることなく運営することができました。前期はロックダウンがある、ある期間は非常に苦しい運営を強いられましたが、その期間の中で積極的にソーシャルメディアを活用した発信、プロモーションを行う。そういったことはこうそうしまして、 ロックダウン以降、堅実な売上げの回復、そして今年、今季に入りまして、アニメを強化した取り組みによって、大きく売上げを成長させることができております。今後、事業拡大をするために、約8年ぶりの新規出展に向けて、現在準備を進めているところでございます。また、この上半期のトピックスの一つとしては、 新しい事業の開発として、強化商材であるトレーディングカードにつきまして、ブックオフというブランドによらない新たな成長を作っていくために、専門店を開発し、出店をいたしました。ジャパン TCG センターという名称で、現在、ブックオフのあるブックオフ吉祥寺駅北口店の地下に店舗を、1号店をオープンいたしました。 店舗の運営にあたっては、あえて私たちが開発したシステムではなく、他社の専門店のシステムを活用し、専門店のノウハウをしっかり吸収するということ。また、価格の動きであったり、また、専門店としての安心感というのを構築していくということを狙いに進めております。結果として、そのノウハウをブックオチェーン全体に還元していくといったところ。 また、仏教の側からは、仏教が捉えるライトユーザーが成長してヘビーユーザーになっていくところで、都内の中心地に専門店があるといったところで、さらにステップアップした利用を促す。継続的に利用できる環境を作っていくといったところが狙いでございます。また、この上半期、積極的な取り組みを行ってきたのが、 私たちの事業展開と合わせて重要になります、持続可能な開発目標、SDGs の推進でございます。私たちのメイン事業であります、リユースという事業は、SDGs が掲げます循環型社会の形成に大きく貢献できるというふうに考えております。それを私たちがどのように表現をして、実際に行動に移すかといったところに関しまして、 こちらのスライドに記載のとおり、それぞれの事業がどこの開発目標に貢献をするのかということを明示しながら推進をしてまいりました。その中で、この上半期には広報 SDGs 推進室という新設の組織を立ち上げまして、メンバーを拡充し、さらなる取り組みの加速を進めております。この上半期、大きなトピックスとしては3つ。 一つはリユースという活動それを私たちの活動の一つとしてしっかりと取り組もうということで「学校ブックオフ」というプロジェクトを立ち上げ現在小学校への出張授業という形で展開をし子どもたちにも私たちの授業活動もさることながらリユースの大切さものを大切に使うことの大切さを伝えております。 また、私たちだけでできることには限りがありますので、パートナーシップを結びながら、この SDGs を推進していくということで、東急グループさんと提携をいたしまして、さまざまな取り組みをすることによって、ものの寿命を伸ばしていく。そういった取り組みを進めております。また、社会的な問題になっております、食品ロスの課題に関しましては、 私たちの売り場をもっと活用できないかということで大型店の売り場を中心に食品の取り扱いを行うことによって賞味期限が近いものをしっかりとお客様にお届けする場所を提供することによって私たちの貢献をしていくそのような取り組みを進めていっておりますこのようにこの第二四半期の中で私たちが着実な事業成長もさることながら これから先を見据えた上での積極的なチャレンジまた土台となる価値創造といったところを進めてまいりましたそれらを踏まえまして今期2022年5月期の通期の業績に関しましてお話をさせていただきます昨日決算表をさせていただいたのと同時に業績見通しに関しましても情報修正をさせていただきました売上高につきましては 20億円情報修正し870億円。経常利益につきましては6億円情報修正し18億円。純利益に関しましては4.5億円情報修正し8億5000万円とさせていただいております。また、この利益見通しに合わせまして、配当につきましては1株当たり15円と、当初見通しよりも8円、あ、7円 増配という形で発表させていただいております。利益水準もさることながら株主還元である一株当たりの配当金につきましてはコロナ前の水準に戻すことができました。これらを進めていく中で下期どのようなところに重点的に取り組んでいくかのトピックスになります。一つは先ほどご紹介をした二つの事例、こちらが非常に効果を発揮しておりますので、 そこに対して積極的な投資を継続してまいります。ブックオフのエンタメ化の強化。また、ブックオフスーパーバザーのさらなる進化を進めてまいります。それらを進めていく中で大事な要素になるのは買取となります。持続的に私たちが収益を上げていくために、まだまだお客様のニーズに応えきれてない部分があると思っております。 店舗でのサービスに加えて宅配あるいは出張買取を強化していくことに伴ってお客様がより買取というサービスを利用しやすい環境を作っていくといったところに磨きをかけていくということまた店頭での買取においてもカウンターを改善していくことによってお客様の負担を軽減していくといこともさることながら待ち時間を減らしていくためのキャッシュレスでの買取の企画の推進 また、安心してご利用いただけるための、ホームでのサポート、価格の形成といったところをしっかりと行ってまいります。また、12月に発表させていただきましたが、当社グループとしては、東京の、東京の市場再編に伴いまして、4月からはプライム市場を目指すということで発表させていただいております。残念ながら、 基準に関しましては、流通株式時価総額が基準を満たしてないという状況でございますので、ここに関して、期間としては2025年の5月期までというふうに表現をしておりますが、なるべく早期に基準を満たし、プライム市場の銘柄として、確固たる地位を確立するように頑張ってまいります。具体的な取り組みといたしましては、計画書にもお示ししておりますが、 本日ご説明をした内容を着実に進めていくことによって企業価値を高めていくことができるというふうに考えております。それをしっかりと実現していく上で大事な要素としては、この2年間で磨き上げてきた店舗パッケージ、あるいは事業展開、事業、各事業の事業の形をより一層広げるための出店でございます。 こちらにお示ししているのは7月の本決算で発表させていただきました国内のブックオフ事業、富裕層向けの事業、海外の事業におけるそれぞれの出展プランになります。形が整ってまいりましたので、それぞれの事業で同時並行的に出展をしていくことによって私たちの希望拡大、また収益の拡大を進めてまいります。結果といたしまして、 適合計画の中でもお示ししておりますが、2025年5月期までに着実な利益成長ということで、一つの目線として、計上利益24億円を掲げさせていただきました。事業拡大をし、利益を積み重ねていく。そして、ここにとどまらずに、さらなる成長を10年後、20年後に続けていく。そういうグループを目指してまいります。繰り返しになりますが、私たちブックオフグループは、ブックオフを核に、 多様な技術業を展開することによって多くの方々に楽しく豊かな生活を提供するということをミッションに掲げております時代の流れが変化する中でお客様の思考また行動は大きく変化をしていくと感じておりますコロナ禍でいろいろな学びがあり苦しい時期もありましたが収益と面収益という面では 万弱な土台が出来上がったと考えております。これから先、しっかりとした成長が描けるように、この下半期も力を注いでまいりたいと考えております。今後ともご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で説明が終了となります。それでは会を再開させていただきます。 ご質問ありがとうございます。いくつかご質問を頂戴しておりますので、ご質問事項を読み上げさせていただいて回答をさせていただきます。まず一つ目のご質問でございます。トレカの伸び率が非常に好調ですが、要因を教えてください。また合わせて市場成長率も教えていただけると幸いですということでございます。まずはこちらご説明をさせていただきます。 まずです、ね、あのどれかの好調な要因といたしましては大きく2つあると思っております一つは私たちがブックオフという事業の中で非常にトレーディングカードの客層と親和性が高いといったところがあると思っております私たちコミック等ではなくてゲームソフトも積極的に展開する中でブックオフの中で ゲーム性のあるものというのがたくさん取り扱っているんですけれどもその中でお客様が新しい商材としてトレーディングカードこちらは流行りも含めて私たちの売り場に見ていただいた時に非常に好調だといったところがあると思いますがこの半年間1年間の中でそれ以上に動きがあるなというふうに思っているのが先ほども少しご紹介させていただきましたがデュエルスペースという遊ぶスペースを設けることによってその場所の魅力を高めていったといったところと。 その魅力を発信するためにツイッターを中心にですねあの広告活動とより広いお客様に発信をする活動を行ってきたことが大きいと思っております。従前のブックオフでいきますと足元の証券地域の証券からお客様が来店されるということが利用の中心ではあったんですけれども現在こちら表現をしておりますスライド上で表現をしておりますエンタメ型のブックオフのケースでは剣をまたいでといいますか。 非常に遠方からですね、あの、わざわざお越しいただいてそのスペースで遊んでいただくっていうようなことであったり、そこにいいものがあるかもしれないということで、ツイッターを、ツイッターを見て聞きつけて訪れるという方々がいらっしゃるというケースと、あるいは右側と進化型のブックオフ、スーパーバザーの中では、お父さんと子供というファミリーの形で、子供がトレーディングカードをやりたい。そしてトレーディングカードも遊戯王が20年、 近くと続けてやってらっしゃいますので、お父さん世代も実は遊戯をやってましたといったところが効果として出ておりまして、親子で楽しむといったことが出てきているといったところがございます。私たちの取り組みの中で、これまでも取り組んできた部分はあるんですけれども、さらに進化をさせていくことによって、そこがお客様にヒットしたんじゃないかなというふうに考えております。で市場の成長ということなんですけれども、 実はですね、あの、中古のトレーディングカードのマーケットというところは、なかなか測れてないところがございまして、新品の投資上ということで、日本玩具協会調べの投資上動向ということでお話をさせていただきますと、2019年の市場規模が1130億円と言われております。で、そして、2020年の市場規模が1220億円ということで10、107.9%の成長となっております。 この契約となったのは、ポケットモンスター、ポケモンカードが流成したというところでございまして、今後もですね、こういった形で、さらなる成長が期待できるんではないかといったところと、新品と中古、両方扱う店舗を取り扱うことによって、相互に楽しむといったことをきっかけに、さらなる市場の広がりができるんではないかと、私たちは考えております。続きまして、と 二つ目の質問ですねと。こちらもトレカに絡んでということですけれども、トレーディングカード非常に好調ということですけれども、来期以降の成長イメージというものを教えてください。またその背景についてご,ご説明をお願いしますということでいただいております。まずですね、あの、この上半期と、先ほどご紹介をしたリニューアルがと何店舗行われたかといったところの振り返りになりますが、こちらは大型店仏港スーパーバザーで9店舗。 またと、ブックオフの単独店、左側のエンタメ型のリニューアルを2店舗行っておりますで。今後、下期の予定といたしましては、大型店で6店舗のリニューアル、そして中古型のリニューアルといたしましては、3店舗を予定しております。合わせまして、と申し上げると、この1年間の中で20店舗ほどリニューアルしていくということになりますが、 特にですね、リバースペースの広いブッコースーパーバザーの中では今後リニューアル展開する可能性が高いというふうに思っております。現在ですね、ブッコースーパーバザーは約50店舗ございまして、そのうちですね、このようなリニューアルを実現できているのが15店舗でございます。今後ですね、継続的にこのぐらいの店舗数をリニューアルしていくという可能性はあるんではないかといったところが、まずベースの成長としてあるといったところ。 部構のリニューアルに関しましては、売り場の限りがございますので、今後に関しましては、リプレイス出店をする中で、その売り場を拡張していくということを考えております。出店プランに関しましては、先ほどの資料でもご説明をさせていただきましたが、こちらにある通り、エンタメ型の出店として4、5店舗という形でございますので、この4、5店舗の展開、また、 できるところでのリニューアルといったところを進めていくことによって今年度の成長率といったものが来年度もキープできるんではないかなというふうに考えております。まずはここまででご説明をさせていただきました。続きまして次のご質問に移らせていただきます。今回の適合計画の中で計上利益24億円ということをお示しされていますが その根拠についてご説明をいただきたいという内容でございます。こちらですね。あの、今期からの利益成長として24億円というお示しの差し方をさせていただいております。個別の都事業の数値といったところの回答は差し控えさせていただくんですけれども、考え方としてですけれども、これまでの固定を磨く総力性で取り組むの取り組みによって、 国内ブックオフ事業の収益の安定といったところはかなり進んだんではないかなというふうに考えております。そのため、18億円、現在の経常利益水準の土台になるブックオフ事業の収益といったものが大きく伸びていくというよりも落とすことなく着実に伸びていくといったところをまずはベースとして考えております。 そうしますと、18億円から24億円の歩みの中で大きなポーションを占めるのが、富裕層向け事業と海外事業という形になります。富裕層向け事業に関しましては、この1年間で申し上げると、なかなか収益を上げていく事業トレンド、事業環境ではなかったといったところもございまして、向こう1年間の中で大きく利益成長をすることを期待しております。 そして海外に関しましては、マレーシアの事業が大きく今後出展ができるといったところと、先ほどご説明したとおり、USA の事業もこれまで以上の売上の伸びといったところはございまして、新規出展を積極的にできるフェーズに入りました。マレーシア、海外に関しましては、マレーシアが利益を牽引することにはなると思いますが、USA の事業もしっかりと利益を積み重ねていくといったところでございます。 そういったところから申し上げると、このグラフの中でもお示しした通り、利益の成長の土台になるのは、富裕層向け事業、海外事業といったところ。そこに対して、しっかりとした国内事業の、国内の物価事業の収益が土台となっているといった形で利益成長を果たしていこうと考えております。また、ここでは、軽くしかお示ししておりませんが、今と着手をし始めたトレカの専門店、ジャパン TCG センターに関しましては、 新たな事業計画を組み立てながら、さらに成長できるようなプランニングというのを立てていきたいというふうに考えております。簡単ではございますが、質問への回答は以上となります。そうしましたら、ご質問等が以上ということで確認ができておりますので、こちらで質問の時間を閉じさせていただきます。 今後もですね、何かございましたら、当社経営企画部にて,おにてお問い合わせいただければご回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。改めて本日はですね、第2四半期決算説明会にご参加をいただきまして、誠にありがとうございました。